無理もない。何せマレウス様は世界屈指の魔法師であらせられるからな。僕と貴様らは身に余る幸運に恵まれた。この環境に感謝し、さらなる研鑽を積むべきだというのに。ああ、この流れは。この学園にはどうしてこうもふぬけた輩が多いのだ。授業中の死後、教室や廊下での悪ふざけ、課題提出の遅れ、テストの赤点、問題行動を上げたらキリがない。マレウス様の同窓生としてふさわしくあろうとは思わないのか。そう言ってやるな。全員が全員お前みたいに頑張れるわけじゃないだろ。貴様に言われるまでもない。そもそも見込みのない人間に期待するだけ無駄だからな。そうか。でも割り切れてるならお前が腹を立てる必要はないんじゃないか。人間どもに迷惑をかけられるのが我慢ならんのだ。すごい剣幕だ。もしかして実際に何かトラブルがあったのか。何かだと？面倒ごとに巻き込まれた経験は一度や二度では済まないぞ。ついこの間の放課後も図書室で勉強していたらエースとデュースがやってきて、課題で使う本をどちらが先に借りるかから始まって、さらには全く無関係な口論を始めたのだ。ああ、エースとデュースのやつ寮の外でも言い争ってるのか、容易に想像できる。図書室で死後は禁物、大声で騒ぐなどもってのほか。だから仕方なく僕が直々に注意したところ。え、まだ続きがあるのか。何を言う、むしろここからが本題だぞ。奴らはあろうことか僕に脅しをかけてきたのだからな。あの二人がセベクを脅しただって。思い出すだけでも勘に触る。俺たちをおとなしくさせたいなら課題を手伝え。そんな言葉に屈してしまうとは。なんだ、あいつらの課題を手伝ってくれたって話か。ありがとな、セベク。うちの寮生が世話になった。うちの寮生が世話になった。ではない！トレイ先輩はハースラベルの副寮長だろう！どうして僕があいつらの面倒を見てやらなければならない！貴様がもっと真面目に指導しろ！わかったわかった。今後はもう少し気をつけるよ。またこんな風に俺にまで飛び火してきたら、たまらないからな。